皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、今日はですね、木曜日の取引、日経平均プラス、382で、昨日のダウも一応引けにかけてね上げてプラス69ということで、昨日ニューヨークダウというかね、夜に経済指数ですね、結構でかい発表があって、それ受けて、一応プラスなんで、なんとかね、今週は、あと明日だけですけど、いい感じで終わってくれるのかなと思います。結構2万6000は、今週割らずにね、ずっと、上がったり下がったりなんですが、2万6000、2万5000の、やや上昇気流というかね。で、マザーズもマイナス6なんですが、ちょっとこの一昨日ですかね、窓気になるなっていうところなんですが、せっかくね、マザーズもこう平均線全部ね、下から抜けていい形になってきたんで、このまま明日ですね、下髭で終わってほしいなと思います。で、昨日の動画のですね、コメントでアーカイブみたいのがあった方が分かりやすいっていうコメントいただいたんですが、ちょっとね、そのアーカイブをつけている時間があまりないので、せめてね、その最初に、順序というかね、この銘柄を、最初紹介しますとかだけでも言っとくと分かりやすいのかなと思ってですね、今のうち、言っときますと、まずは、最初ね、いつも通りメディネットから見てですね、アジア開発で、今日のメインというかね、ダブルスコープ IR 出ていて、上昇してます。で、今日、マイナス3なんですけどね、ちょっと損切りというか、ちょうど買ったラインなんですけど、どうしようかなと思っていたんですが、PTS 上がっているので、明日利確できるかなというところで、ダブルスコープで、神話ワイズですね、かなり、激しく、動いているので、神話ワイズのチャートとかですね、見ていきたいと。大まかに今言った順番で注目銘柄見ていくんですが、まずですね、メディネットからいきたいと思います。はい、メディネットは、56なんで、ちょっとこう三角、下抜けて窓を閉めたら買いたいなと思ってたんですけど、なんか若干上がりそうな形というかね、こうずっとここからですね、続いていたこのラインをちょっと抜けてきてるんで、これ上行っちゃうのかなっていう感じなんですよね。持ってる方からしたらね、上行っていいと思うんですけど、自分は安く買いたかったんで、これなんか上に抜けるのかなっていう感じのチャートになってきましたけど、このままですね、メディネットのまま、注目銘柄、いくつか見ていくとですね、サイバーステップマイナス13、2% 弱で、リミックスが、マイナス26、4.5% 下げということで、最近ですね、この1週間はちょっと、底根のラインをね割ってきたが、一応今日下髭で戻してはいるんですけど、どうなんでしょうね。一応700超えたあたりトリプルトップになっていて、底根切り上げていたんですが、前回の底根に割ってきたというかね、同じラインまで来てるので、これ一段来ると若干チャートとしては崩れるかなというところですね。でもまだ中期線で、下髭なんで、上昇トレンドっていう面では変わりないかなと思いますが、で、グローバル A がマイナス6、1.7% 下げと。で、グノシーマイナス18。はい。で、キャンバスがね、プラス8で、639なんですけど、今日666というところで、結構一時的に上がって、なので、SNS とかではね、キャンバスなんか強いぞみたいなコメントが結構多く見られてですね、純粋に、600で底根を固めて、チャートとしても右肩上がりの陽線3連発みたいな感じになってるんで、まあ一応600割らなければね、ここで上がるのかなと。まあ自分としてはもうちょっと安いところで入りたかったなっていう感じなんですが、次はですね、アジア開発見ていきたいと思います。はい。で、まあ6円引けなんですが、まあ一応、5.4、5.5 ぐらいでね、最近推移してたんですが、まあ一応今 PTS とかね、ザラバの PTS も、まあ、5.6、5.7 にはなってきたんで、まあ昨日か一昨日ですよね、昨日だったかな、紹介したアジア開発の IR にもあるように、まあ今月中のね、ちょっと動きがあるというふうに期待して、そこで切り上げてるのかなという感じです。で、次はですね、ダブルスコープ。で、ダブルスコープなんですが、マイナス3で、まあ、ザラバは引けてるんですが、まあ、チャート的にもね、まあ、1850でね、ここですね、この陽線の日に自分が入りまして、まあ、枚数は少ないんですけど、まあ、数百枚程度なんですけど、まあ、大きく、下回ったらね、損切りするって言ってたんですけども、微妙なラインでね、底根を固めていて、まあ、損切りっていうのもなっていうところだったんですが、一応、IR 出まして、PTS が上げてるのでね、明日は一応、プラスで売れそうだなと、まあ、今の段階ではね、売れるんじゃないかなという感じ、プラス87、4.7% 上げとなってます。で、ダブルスコープのね、IR 見ていきたいと思いますけど、韓国連結子会社の株式上場に関するお知らせということで、まあ、時価総額の見込みがね、2700億からまあ3400億、上場時期が8月ということで、まあ、これに関しては、まあ、今日出ましたけど、まあ、ある程度その期待してた範囲内というかね、予定の範囲内で、まあ、時価総額も大体みんなSNS とかでもね、3000億前後みたいなことがコメントが多かったんで、まあ、大体、まあ、予定内の発表かなと思いますが、まあ、PTS も上げてるんでね、まあ、前回の高値2500に向けてね、上がっていってほしいなと。まあ、自分もできるだけ高いところでね、また利確したいなと、思っています。で、最後なんですが、はい、最後、シンワワイズホールディングス。で、まあ、ただ、ザラバのね、動きが激しかったと。で、PTS マイナス55なんですが、ね、動き激しかったんで見たいんですが、まあ、ここからね、1800ダブルトップで、3空叩き込みで落ちて、で、まあ、ここからストップ高で、今日、早い段階でね、見たときが、マイナス100ぐらいだったんですよね。なので、今日は落ちるかなと思っていたんですが、そこから買われていって、プラス42で引けるということで、まあ、チャートとしてもね、長い下髭。で、頭は一応、短期ですね。線に抑えられてるという形になってます。まあ、明日金曜日なんで、この値動き激しいところよりは、まあ、材料系か、まあ、週末なんである程度利益確定売りとかね、ちょっと危険なところは持ち越したくないかなとも思うんですけどね。まあ、一応今週はね、結構その地合いとしてはまあ悪くない1週間だったかなと、思います。で、まあ、また明日でね、今週終わりなんで、土日で、まあ、まとめというかね、していきたいと思いますが、今回は以上になります。で、下のね、概要欄に Twitter の、URL 載せてありますので、よかったら、フォローしていってください。で、いつも通りですね、こちらのチャンネル、まだ登録してない方いましたら、チャンネル登録、していって、他の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。